はい、皆さんこんにちは、こんばんは。お風呂上がり、髪の毛がびしょびしょでございます。小さな巨人原画グラン選手ゆきやです。はい、ということでね、やっとちゃんと座って撮っておりますね。今日は何の話をするかというと、8月8日はエイトの日ということで、エイトの日、今年は大阪で開催されたエイトの日に行ってきました。まあね、朝昼夜と3公演全部入ってきたのって、まあ自分的に良かったなと思う見どころ的なものをね、グッ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 とまとめてこの動画でお話できたらなと思っています。それでは行ってみましょう。はい、ということで話していくんですけどもね、今年まさかね、俺8の日大阪だと思ってなかったんで、ちょっとジタバタバタバタしちゃったんですけども、まあということで、まあなんだかんだで仕事も休めて行ってきました。で、まあ今年のね、8の日一番の見どころだったのが朝公演だったと思うんですけど、まあなんといってもね、朝公演の見どころは OG オールドガールがね、参加したこと、オールドガールっていうのかな、これオールドガールズなんかちょっとよくわかんないですけど、まあ OG がね、今回は参加しました。まあ行かないわけがないですよね。俺を号泣させたことで有名な毛利霞が出てるわけですから、まあ行かないわけにいかないぞと、行きました、行ってきました。まあお見送り等々の話はね、まあ、あの次の動画でっていうことになってしまうんですけども、まあ久々に見る OG たちはもう楽しいで、思ってた以上にみんな衰えてなくてびっくりしましたね。これは意外とみんな、ね、辞めてからもう3年とか経つ子もいたりとか、2年とか経つ子もいたりとかするんですけど、意外とみんな会いたかったってできるもんなんだなっていう、意外とやっぱアイドルやってただけあってみんなね、なんだかんだできるんだなっていう感じを覚えたのもありましたし、まあ久々に踊ってるカスちゃんを見れてね、もうすごいというか、もうなんか感無量でしたね。ああよかったなって、カスちゃんを知ってよかったなって思いますね。ね、よかったです。それは、まあ、あの動画を作って本当によかったなと思ってます。今はあのなったらいい動画をね作って、まあ、見てくれた方々もありがたいなと思ってるんですけど、まあ、カスちゃんにも届いてたらいいななんて思ったりしますね。まあでね、まあ、昼公演と夜公演はまあ本当に今の現役メンバーで盛り上げていくぞっていうね感じだったんで、まあ昼は昼ですごいなんか懐かしいね曲がいっぱいありましたよ。また波乗りかき氷やったりとか、波乗りかき氷やったりとか、なんかのなんだろうね、俺の昔の推したちの曲をやるのが流行ってたのか何なのかよくわかんないですけど、なんかやってましたね。今年でもなんかあんまねセクシーな曲がなかったなって、I'm sure とかやってほしかったなっていう感じはあったんですけど、なかなかねできなかった感じですかね。でまあ一応朝公演が1階席で、あとどっちも2階席でした。昼夜はなんでねあれだったんですけど、まあ夜公演はね2階席で良かったなって思う出来事ありました。まあこのねあと多分編集終わったら乗ると思うんですけど、夜公演の撮影タイムは2階席に OG が降りてきた。まあ中野とか谷とか山田とか、あと横通ったので言えばモカちゃんとか、まあそんなあたりの子たちが通ったわけですよ。あ、久々に見るって安心するなって、中野とか山田とかはねついこの前まで行ったんであんまりあれなんですけど、なんか安心感を感じましたね。やっぱね、いいものだなって思いましたよ俺は。まあ、8ってこうやってねいろいろと入れ替わって入れ替わって入れ替わっ て、どんどんね順番順番に世代交代していくんだなっていうのを見た瞬間でもあったし、まあ、昔のメンバーもそうだし、今の現行のね2代目メンバーたちもそうですけど、本当にそうだな、いい意味でも悪い意味でも本当にいろんな側面が見えてきて楽しいし面白いしって感じなんですかね。分かんないですけど俺はちゃんとは、本当にだからこの3回公演を見てきて、ま、全部ひっくるめて一番思ったのは本当にやっぱ OG がいなかったら俺今回見に行かなかっただろうなっていうぐらい OG が出るっていうのはウェイトを占めていたなっていう感じがしました。ほんとね、やっぱ何十回何百回思ってもやっぱカスちゃんのことはね消えないですからね俺は。しかもカスちゃん別に一押しっていうか神押しじゃないのにここまでダメージを食らってますからね俺は。まあそういうこともありけり今になってるんだなっていう感じ
なんですけど、すーげえな、この動画かすちゃんの話ばっかしてるな。すいませんね。なんですけど、まあそんなことこんなで、本当にまあコントあり、視点の曲あり、結構視点の曲をやっぱね、大阪だから NMB の曲いっぱいあるのかなと思って、結構 SKA の曲とかもあったり、オキドキもやってたな、確か合ってるから嘘言ってたごめんなさい。なんかオキドキ聞いた記憶があるとかね、なんかすごい懐かしいなっていう曲もありましたね。まあいいんだかなって感じです。俺はだから今思ってみれば本当に視点も好きでよかったし、視点が好きだからこそ今があるし、やっぱね、なんかその AKB グループっていう良さがいっぱい詰まったライブだったんじゃないのかなと思って、久々になんかチームメイトみんなが集まったところを見れて本当に良かったなっていう、そういった感覚が強い8の日だったかなと思いました。ということで今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。かすちゃんの話とだらだら自分の思ったことを語るだけの動画、高評価とチャンネル登録、多分ねここに出してないんだと思うんだ、だから下押しとチャンネル登録ね、ぜひねしてくれたらなと思います。まあね、こんな感じですが今でもずっとアイドルチャンネル続けていきますので、ぜひぜひ次の動画もご覧ください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイチャー。